続いてのコーナーはサイコロトーク。サイコロトーク。はい。いろいろ盛りだくさんですね。はい。何でもありますよ。はい。というわけでね、このコーナーはもう分かりやすくサイコロ振っていただいて、はい、その出た目が、出た目についての話題について喋っていただくというものです。はい。というわけで、まあ、あの、1,2,3,4,5,6 とありまして、6だけシークレットと書いてますんで、まあ、ちょっと6番がもし出ちゃうとね、ちょっとあの、すごい質問が来るかもしれないですけど、まあ。まあでも6分の1はね、まあ出ないです。あ、そう、6分の1、6分の1やから。出ないです。なんなら今までもう逆に6しか出てなかったの。え？じゃあもう出ないでしょ。いや、だからそう、逆に言うともう6の確率相当下がってる、逆に。そんなつくわけないですからね。そう、さすがにそれだったんでね、神様のその天文学的数字になっちゃうから、さすがにそれはないと思うんで。はい、じゃあもうちゃっちゃと振ってもらいましょう。じゃあサイコロ振ってください。はい、お願いします。お、じゃあ今回は、あ、置き材じゃない、あ、なんだなんだこれ、え、なんだ、え、これガクト対、あ、ガクトと試合してる、え、あれ中学、あ、 EX クラスで成長戦ドン、五番月ドン、ドドンドンドン、あれで、まだ振ってんのか。いやいや、ちょっと待って。冷凍や。え、今の好きや、今の絶対5で終わるとこ。ちょっと5番付きだからね、確かに。最長6ヒットでしたけど。まあ確かに。あ、EX キャラクターだったから。EX キャラクター分が1。あ、じゃあ6だったね。あ、じゃあ6やな。あ、うわ、6出るか。見た目より。6出るか、これ。じゃあごめんなさい、ハイタニさん、6出ちゃった。ごめん、ハイタニ、6出ちゃった。たわ、ごめんな、ごめん。出るもんすね。うん、出るね。はい、じゃ次の行きますか、シークレット。はい。じゃあどうぞ。だ、今の。シークレット2個目。はい。あ、ぶっちゃ。ぶっちゃけシノビズムどう？ユウスケきつい、ユウコもきつい。まあお世話になってる人ですよ。いや、ね、これはやばいな。ユウスケ、ユウコ、はい、どうって言われても。いや、まあ俺はほんまにすごい伸び伸びやらせてもらってるんで、かなりいいっすね。うん、あ、いい、おお、かなりいいっすね。ゆうたつでもね、かなりコンビ息も合ってますもんね。うん、ゆうすけと合ってないですか。いやいや、それもね、合ってますし、うん、いや、かなりだ、俺そのずっとそのなんつうかな、独立っていうか一人でなんかやってるのが向いてるっていうか、知って、まあ、できるようになったらいいなって思ってて、自由にやっぱりできた方が面白い、できたらいい。そうだね、うんうん、だからまあ将来的にはっていうふうにはずっと思ってたんですけど、うんうん、シノビズムはかなりその相当自由にやらせてくれるんで、うん、それがすごい合いますね。だ、結構その、うん、シノビズ側も割とその自分たちでこうやってねっていうスタイル、スタンスですよ。ああ、なんかいろんな管理するっていうよりはどっちかっていうとこう、うん、自分で頑張ってよって、はするけど、うん、するからあとは自分たちでいろいろ頑張ってっていう、うんうんうん、そういう見守る的なで、うんうん、まあ、確かにジョニーもね、大谷も結構あれだもんね、自由にやってるもんね。まあかなり自由ですね。優しくもあり優しくもあり、ね、言ったらその管理された方が、管理した方が楽やし、うんうん、されてる方が楽っていうっていうやつもいるからね。あ、確かに、うんうん、でも調べたらそうじゃないんですよね。でも俺はかなりそれ、うんうん、そのスタイルがまあ自分にしっくりはきてて、来てるから、だからね、だから昼の王になって今すげえ頑張ってるもんね。まあまあまあ、そうですね。完全に昼の王だもんね。そうですよ。あれですからね、僕一応5時ぐらいに配信始めるとき、ちょっとハイタに終わるかどうか気にし、うん、してはいますから、ね、ちょっと気にしてはいますからね。そう。まあ、ドグラだから、それが BMA すぎて俺は結構渋ってます。まあ、仕事っていうか、結構配信は結構あれですね、だから、ほんまに。好きなんだよね、元からね。入ってからやりだしたんで、個人配信。うん、それでなんか結構面白いなっていうので、でもそのなんていうんだろう、関西でもさ、喋ってた面白いやつってさ、なんか今まで格言でいたけどさ、俺ドグラと入ってるのは面白いと思ってたのね。で、君たちはライバル関係じゃん、面白さの中で。いやいやいや、どっちが面白いって言ったら絶対自分が面白いって言うじゃん。いやいや、もうさ、人によってね、ちゃいますからね、面白さはね。どうしたどうしたん君。いや、恐れてる恐れてる。ハイタリはハイタリで、だドグラが会心のこうギャグでみんな笑かしてるのに一つも笑わずに、何がおもろいみたいな感じでやってたらしいじゃん。まあ俺は正当な評価を下してるだけで。あ、そう、別にドグラいじ方になってなってわけじゃないですけど。あ、そうなんで、ドグラのこと面白いと思ったことあったの。まあ、だ、そのあのセクシービデオだけですよ。あ、セクシービデオ集ものまね。それね、最近ね、はいはい、僕の配信に流れてきましたわ。なんかなぜか複数人が、うん、ハイタリがドグラ初で面白いのは
あの、うん、セクシービデオモノマネだけで、それ以外は全パクリって言ってたみたいなの。え、こいつパクってるか。こいつはほんまに人の話をずっとしてるだけなんです。俺が言った話をもうずっとしてるんです。え、全部しかもハイタリが言った話、俺の話は全部してる。あと、こいつはセクシービデオだけなんです。全部はいいっすよ、全部は。あれ、違うんですよ、あのね、世の中人に話すのが得意じゃない人とかもいるじゃないですか。いますね。こんな出来事があって人に話す、伝えるのが得意じゃない人もいるじゃないですか。僕はそれをブラッシュアップして伝えてあげてるんです。僕がよりよくとして、そう、あの世の中商社とか小売業とかあるじゃないですか、はいはい、全部何かと何かの間に入って世の中をより良くしてるものじゃないですか。確かにそういう会社ありますね。あ、そう、はい、僕はそれをやってるだけなんで、そんなパクリとか、はい、人のものをかすめ取ってるとか言われるのは心外です、僕は。すごいひどい話があって、はい、おお、こいつのその元あの持ちネタで、はい、あの画廊伝説3のテリーのモノマネっていう、まあ、持ちネタがあるんですけど、お、知らないです、はいはい、それがなんかまああって、うん、まあ、なんか取りゃみたいなそういう掛け声なんですけど、はいはいはい、それ結構まあ受けるんですよね、うんうん、で俺はそれにちょっと疑問を持ってて、はい、まあ、それほんまに言ってんのかって問い詰めたことが、うん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 、どこで言ってんねんみたいな、うんうん、言ったらこいつは、いや、ちょっと影地さんが言っててさみたいな言い出して、だちょっとその部が悪くなったらこうすぐに人の名前を出して、ま、こいつはそれ以来そのネタを一回もやらなくなったんです。ハイタリが問い詰めたら、俺が問い詰めた引きからその画廊伝説3のテリーのモノマネを一回もやらなくなった。どこだと画廊伝説のテリーのモノマネやってよ。ちょっとトゥリャそれ本当に言ってんのそれ。トゥリャ言ってない。いや、ごめんなさい、知らないですよ。いや、あ、言ってますよ、黒人さん。画廊伝説で、テリー言ってますよ。言ってます。それ誰が言ってたそれ。これテリー。あ、テリー、本当に言ってた。テリーボガード。いや、テリーボガードが、あの、しゃがみ大キックするとき、しゃがみ大キックするとき、トゥリャって言ってました。言ってないです。なんか、ね、言ってないんだ。だから、その話してて、うん、だ都合が、受けてるときはいいんですけど、ちょっと都合だったら、その、はいはいはい、その時に初めて、人の名前を出すんですよ。人の名前出すな、ずるい男だ。ずるいでしょ。いや、よくわかんないです。僕何のこと言ってんのか。僕何のことか全然。ユウスケユウコじゃなくて、これドグラがきついって感じになってるなこれ。いやー、じゃあやっぱ忍びずもいいとこですね。よかったですわ、ハイタリがね。いや、あの幸せそうで、ほんとよかったです。ありがとうございました。はい、よかったですね。はい、はい。というわけでね。はい、続いての最後の続いてのコーナーに、はい、行きたいと思います。はい、お便りコーナー、普通おた、普通のお便り、はい、普通おた、お願いします。はい、普通おたでございます。これいっぱいね、お便り来てますから、今日もねちょっといくつか紹介しようかなと思います。あ、じゃあ150いきたいですね、僕。150、はい、わかりました。死んだような目はどうにかなりませんか。はい、どこらに言われてるみたいで腹立つな、お前には。あ、いや、なんでやねん、そう。俺が悪いやんけ、ちゃんとお前。作ってないもん、俺。捏造じゃないから、捏造じゃないから、これ。うん、やっぱこれは、でも、やっぱゲームやりすぎなんでしょうね。やっぱ目細くなっちゃうの？いや、やっぱ目つきが悪くなるんだろうなって思いますわ、ほんまに。あー、そうなんだ。やっぱゲームしてる時の目と、やっぱ普段のこの感じって、やっぱ全然違う。違うね、笑ってる。だ、今だって優しそうな目してるもんね。どこらもそうですか。いや、僕生まれつきです。僕生まれつきですよ、目つき。あ、生まれつき。小学校の時、横の女の子をチラッて横目で見たら、なんで睨むんって怒られましたもん。一重は損なんですよ、だから。あ、まあそうだね。あ、そうだね。絶対感じ悪くやっぱ捉え見られるんで。見えちゃうからね、確かに、ね。それはあるかもしれない。じゃあ別に、その、どうにかするというか、ごめんなさいって感じ。こればっかりはもうね。いや、だから、職業病、ゲームやりすぎたんかなって思ってます。まあ職業病ですよね。まあしょうがないですよ。156番。156？ ちょっとそれ見えてないな。あれか、あっちの見る。はい、イコマって見るとドグラしか出てこん、ラジオネームさん。黒人さん、ドグラさん、ゲストのハイタニさん、いつもラジオ楽しく拝聴させていただいてます。2018年のレイジストリートファイター5オールスターリーグでモケサンライズとしてチームメイトだったお二方に質問なのですが、ハイタニさんがすごい機嫌悪そうな印象だったのですが、何かチームに亀裂が入るような出来事があったのですか。これからも応援しておりますので、お体にお気をつけて頑張ってください。なるほどね、機嫌悪かったですね。なるほど、機嫌悪かったですね。まあ、悪かったんですか、本当に。機嫌悪かったですね。まあ、あれは、ね、それ何かこいつらがドラゴンボールばっかりやってるんで。え、レイジストリートファイター V のオールスターリーグで組んでるんですね、さ、モケさんライズとして。そうっす。え、モケさん、ドグラスさん、ハイタリさん、はい、その3人で組んですよね。ずっとドラゴンボールの話してるんで。
さ3人で一緒にいて。そうそうそ う, そう。ドラゴンボールの話しかしないです。あのコンボ入っあれ入るで。あベジータやな。はいはいはい。え弱いしかもんで。え弱い。で、あそう入るの。弱いです。ファイターはやっぱり。で、ハイダーどういう気持ちだったのその時は。いや、だからこれはちょっとはこいつらあかんなって言ってました。で、ずっと機嫌が悪くて、それをもうテレビ出てたの、テレビっていうか。いや、もうずっとだからもう。で、徳倉と僕はそどうしたのそれで、その後。僕らは、僕らなりに頑張りました。ちゃんと控え室で、16号とベジータの話しないようにしました。じゃあ、だから、ドラゴンボールをやってたんだ。並行。並行してました。並行してやってた。この時に、すごいよくあったのが、はいはいもうこいつらがドラゴンボールの話をしたすくてもうそわそわしてるんですよ。はい。16号のもうちょっと挙動不審なんですよ。それを見た時戸さんが、うん、最近なんか16号のコンボ見つかったらしいねみたいな感じで、絶対こいつらに話を振るっていうなんかそういうガチネタがあって。そう。時戸さんが手しか出てくるんですよ。もう時戸さんが絶対に。うん、あいつなんか最近強いらしいねとか言って、わざわざ限定だよなじゃそれわざわざ違う控え室に入ってきてチッスーとかで入ってきて、いやどうですか皆さんやってますかみたいなんであはいみたいななっていきなり16号来てますねとかいきなり俺たちに向かって言い出すんですよ。そうだね。これをもう毎週やるんですよ。その入ったのが切れてるってこと知ってるから。そうだね。やっぱこっち来てゴーちゃんのガードやばいねあれとか言ってくるんですよ。時田さんがマジでで、いやそうなんすよとか、俺とモテが反応しようとしたらこうやって入ったのがジロってしてくるから、ちょ時田さん向こうで行きましょう、向こうでやりましょう、向こう行きましょうって。この楽屋ネタはオールスターリーグの鉄板ネタとして、ずっと時野さん以外でも結構やってたし、時野多分おそらくハイタニがいない時で絶対どころにドラゴンボールの話しないと思うんだ。あの時野さんに外でドラゴンボールの話振ってもプロテインシャカシャカしてるわけ、ああそうだねって終わりなんですよ。話聞いてくんない、あんな興味ないから。あんだけ16号のコンボに興味に行きやったやんって感じなんですけど。いやだって今ハイタニいないじゃん、意味ないじゃん。そう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 、はい、まあまあっていうまあまあそういう感じでした。はい、はいはい、大変申し訳ありませんでした。はい。というわけでね、ぼちぼち、はい、終わりの時間が近づいてまいりました。そうだね、はい、ごめんなさい、ちょっと押しましたね、すみません。はい、申し訳ないです。はい、谷さん、ラジオご出演いただいてどうでしたか。はい、いやー、なんか初めてだ、こういうふうに多分あラジオ企画は、うんうん、いやでまあ国の局の時にね一回に来てくれてね、うん、それぐらいやったんで、いろいろ自分のことを話せて楽しかったです。うん、まあ、昔に知ってる人が自体が少ないですから、俺の。うん、確かに。そういう話もちょっといろいろできて面白かったですね。だからまあ話足りなかったね。やっぱいっぱい、まあ、全然まだまだ話せますね。歴史がありすぎるわ、2人は。やっぱり。マジで5、6時間喋れるんじゃないですかね。1個のトピックだけで多分2、3時間いけると思いますよ。その気になれば。いけるね。いけますよね。やっぱ掛け合いが面白いわ、2人とも。やっぱライバルだったんだなって思います。いえいえいえ。まあライバルっていうか、やっぱ。うん、ライバルではない。ライバルじゃないです。まあ、プレイパクられただけ。そう、それは全部パクられてるだけで。ああ、そっかそっか。ライバルっていうか、嫌なやつです、ただの。ただの嫌なやつ。うん。嫌なやつです。あ、いや、ハイダニは嫌なやつ。はい。すかしてる、すかしてるやつ、なんか。すかしてる嫌なやつ。ハイダニさん、告知。うん、YouTube チャンネルですかね。あ、YouTube、そうですね。の方をちょっと、もしよければ。格ゲー、まあ、格ゲーの。切り抜き動画をいろんなゲーム上げてるんで、はいはい、よければご視聴チャンネル登録などしていただけると嬉しいですね。はい、ぜひ皆さん、もう、はい、ハイタニで検索者出てくるよね、普通にカタカナで出てくるね。うん、はいはい、ハイタニ TV という名前でやってます。はい、はい、皆さん登録してあげてください、お願いします。はい、じゃあこんなところで大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。では、この辺でね、今日のラジオ終了とさせていただきます。黒人ドグラのドシタン話聞こうか、次回も絶対見てください。またね、ハイタニありがとうございます。はい、ありがとう、ありがとうございます。ハイタニありがとう、お疲れ様。